料金なんだ。ひどい。動いてるんですよ。この間に検察を受け入れてる監査委員会、検察出身者、しかも還流させるって、これはですね、極めて悪質。これらの文書を再分析、これで支局が動かないのは何ででしょう。実態に即した内容で、金品を受け取ったとされる者の氏名は、関連公表の金品受領をした者と完全に一致をしています。経産省は菅大臣は一切知らなかった、改めてです、まずは私と総理にお伝えしたいんです。総理はこれは官邸として、すなわち、まあ、総理がまさに何かを総理されているわけですが、この文書の存在というのは総理はどういうことなんでしょう。内閣総理大臣の安倍晋三というのは存在ありません。以上、馬淵澄夫君、菅原大臣、この文書存在についてご存知でしょうか。経済産業大臣菅原一秀君、一部報道で1ページ目が出てたことを知っておりました。今馬淵委員からルールをお渡し受け止まったのが2回目でございます。馬淵澄夫君、お二方ともこの告発文書を直接ご存じない、このように前の経産大臣知ってるでしょ。そうですよね。でこの文書、この存在がですね、一部に知れることになったのは、先ほど申し上げたように、一つ目は3月の10日です。そして二つ目は6月の2日以降、3日以降ということになりますが、で今年は8月以降です。こういった文書が出回っているという情報が、福井、あるいは福井口で流れました。調べによるとですね、当時周辺地域では、これそのままおっしゃった言葉を私は言いますから、ちょっと失礼なものに提供してなんですが、福井のじいさんから関連が金をもらってる、こういう話が出回っておりました。まあ、何やら雲をつかむような話で仕方なかったと、ですか、なかったと、このようにおっしゃっておられましたが、しかしその後、この告発文書によって徐々に関係者周辺に詳細が知れることとなり、そしてこの9月27日の疑惑発覚につながっていくことになる。これが本事案の大まかな経緯です。そこで今、経産大臣からはこの告発文書の存在については関知していなかったという言葉をいただきました。しかし、原子力行政にあたる経産省としてはですね、
このような情報はいち早くつかみ厳正な対処を行う必要があります。まあ手元に入らなければどうしようもなかったんでしょうか。まあ、こうした中でですね、改めて経産大臣、私はこうした状況を経産省として所管する立場として、まさに企業のコンプライアンス、その電力会社のコンプライアンスということを所管する立場として、これをしっかり監視するような仕組みが必要ではないかと思っておりますが、改めて問います。問いとしてお尋ねいたします。経産省はこうした一切事態を把握していなかったということでありますが、監督官庁として、いわゆるこうした関連企業、電気事業者に対しても、コンプライアンス調査というのは行っているんでしょうか。あるいは電力会社の不祥事に対して、鋭いね。やってるはずですよ、これ。関連って26年にやられてるわけですから。立ち入り検査とかね。しかも公取から立ち入り検査やられてる。事業を担っている電力会社、水道やガスの皆さんですが、その方々が国民の払う電気料等が、いわば総括原価方式等で原資になっているとすればです。やはり大切なことは、そのことに考えて、しっかりとコンプライアンスを遵守をする。そして、そのことについて私どもも国監督官庁として報告を受けるべく、しっかり監視しなければいけないと思っています。ところが、先ほども申し上げたとおり、9月の中旬、検査をやってるかって聞いてる。私も申し上げましたし、実は、東京からはじめ、役所内全部聞きましたところ、これ27日で初めて聞いたということが、いや、ありえない。だって検査常にやってるんですから。はい、答えが違います。いや、つまりはですね、経産省は電力事業者のコンプライアンスに関しては、これは自らがさまざまな形で情報収集あるいは報告義務受ける義務をまさに責任官庁として負っているという認識はどうしたんでしょうか。持ってない。持ってたらやってるでしょ。ですから、先般の関連側の報告が、全部が関連側のせいです。だから、報告徴収という罰則付きの電磁法上のやり方で、報告徴収の文書は来ましたか。報告徴収で、事態が発覚してから聞くじゃダメなんですよ。本当に1年で知らなかったですね。2年ですよ。業者に対するコンプライアンスの監視が必要なんですよ。で、まずこの2年近くにわたってですね、吉田開発に査察が入ってから2年にわたって現職行政が歪められる可能性を見過ごしてきたという、これ現実があります。その上で大きなお金が動いている、国民になってはならない巨大インフラが、それこそ会社の行政、調査がですね、十分に行われず会社任せになっているから、結局は2年も会社任せにしてこれですからね。つまりはですね、このコンプライアンスに対しては、経産省は結局は企業任せになっている。関連のこの疑惑解明についても、同じような状況だと私は思っています。先ほど来、菅大臣は報告徴収を待って対処すると、このようにおっしゃっています。単にこれは報告徴収を待つ立場に、自らがコンプライアンスをいかに強化するかということを、その能動的なアクションに入っていないんじゃないですか。いかがですか。いい質問だ。全然5年で錆びついてない。さすが間口。この今井間口っていいですね。広告徴収については、ご案内通り電気事業に関わる法律を根拠にしたいわば指導であります。そして、お話しするがありますように、電力会社というのは公共事業を担う事業者である以上、株式会社で、この大臣ちょっともう無理だな。株式会社などなく株主は実行するさまざまなステークホルダーに対する説明責任を負っているわけでございますが、まずはその企業がコンプライアンスを重視することは当然になりますが、そこをしっかりコンプライアンスの監視をしているかって聞いてる。能動的にやってるかって聞いてる。自然にね、こういうことをするのがコンプライアンス。生産者が能動的にこのコンプライアンスにかかっているという、その国民の理解できないことじゃないですよ。で、今、報告徴収を第三者委員会を設置しているというのを今日も報道で伝えておられますが、この第三者委員会、先ほど来、これも
関連の人間かからない、特定利害関係にかからない第三者機関で、まさに公正な機関だと、このようにおっしゃっておられますが、この第三者委員会の委員長はどのように言うんですか。これは昨日の記者会見でもはっきりと佐々木委員長はおっしゃっておられました。岩根社長から吉良要請、なんか飲み物ください、オレンジ系でも冷たいです。動けなくてごめんなさい。繰り返し申し上げますが、査察が入って、そしてそれを感知して、金品授受を長年にわたって、そしてそれを預かりとして称して、そのままにしておいた、あるいは中にはスーツなどを飛翔した人たちもいる、バレそうになっている、スーツ大体30万です。残りの20万とかはそのパートナーのコートとかに化けるんです。そういう証言を50万もらって30万、50万まるまる俺らの10万もしてない、そんな高い人ですね。5万くらい。ようやく知った、こういう状況にぼかごいてきた関連の経営者が委員長を指名してるんです。この第三者委員会の選定方法おかしくはないですか。そうだ、これどう考えても関連と関係ないじゃなくて関連の社長が任命してるんです。お手盛り一任は受けられるなら受けると言って田崎さんはこのことを受け止められた。ただ私はここではっきり申し上げたいのは、その田崎委員長あるいは関連の弁護士15名の方々がおっしゃってました、こういった方々の人格失権を私は問うことではありません。そもそも大臣がおっしゃるような第三者性を本当に持たせるならば、関連の経営者が指名するなどとは思っていない。すごい、どう考えますか。私どもが9月27日以内関連に対して報告を求めた。しかしながらそれが公正性やあるいはさまざまな事案というのがなかなか疑念が生じている、そういう状況の中で繰り返しになりますが、外部の目を持った第三者機関、しかも検事総長を務めた田崎氏関係ない、何を務めたなんて関係ないんですよ。その死亡の大変その方どういう方か知らないけど、その方々についてはそれぞれ人格もありますし、今馬口におっしゃったようにその大事を問うものではない。しかしそのいわば社長はとか会社とかの会長はとかということではなく、関連の方と協議をしながらこの4年間で関連をかばってますね。一丸となって一丸となるからおかしいんで、一丸となっちゃいけないんで、ちゃんと関係ね、そこは関係していない。つまり一方で繰り返しになりますが、関連の誠意を持った答弁、この大臣の答弁はもう無理、これ日弁連のガイドラインに沿ったやり方でございますので、4条、そこをご理解していると思いますが、しっかりそこで説明を果たしてもらおうと思います。真口次郎、いや、この第三者委員会に対しては、これ、今日もあの産経で出ておりますが、これ、問われる独立性ということで、いわゆる名ばかり第三者委員会、これは逆に企業家の存続自体を招くという声明を、これは企業法の専門弁護士らで作る第三者委員会、報告書格付け委員会。これ昨年2月にこのようにこれを声明を出しているんですね。つまりは現状日本の第三者委員会というのは多くが会社側に選ばれて、これは会社の保身に使われる可能性があるわけですよ。このように聞いてませんか。このように聞いてないのになんで手挙げる。でももうダメだね、これは疑惑も徹底的にやらないと。公共事業公益性の高いこの電気事業の中で、それこそ一切監督官庁に知らせずに、それこそ逃げおおせようとしている過程の中で、なぜこの経営者たちに第三者性を持たせる委員会の指名をさせるのか。いや、むしろ大臣はこの第三者委員会に対して大臣自身が自ら中立性を持って、ほら見ろ、僕が言った通りじゃなくて電話で言ったことをやればよかったんだよ。明示すべきです。そうだ、いや、でももうこの疑惑が出た大臣には無理だね。だって二重帳簿の疑惑ですね。そうですね、本人がね、
までのさまざまな企業に関わる不祥事等の事案の中で、第三者委員会のガイドラインというのが、もう自分関係ないから笑ってる。4面に占めてるから、悪いやつだね。説明責任、第三者委員会は不祥事を起こした企業等が、自ら設置する委員会というふうになっておりますので、そこで観念として、大臣ってやっぱ危ないですね、こうやって答弁席が映ってる。担当官庁としてその委員会とコミュニケーションを取りながら情報等も共有しながらしっかりと監督をしていく、このことに重要。いやいや、もう全く尽きない。田口杉雄君、だから実態としてはもうそういう第三者委員会は名ばかり第三者委員会だと言われ出してるんです。そのことに目を向けなければ、菅原大臣、これ本当に関連問題を覆い隠そうとしている、あなたこの先頭に立ってると言われかねませんよ。改めて申し上げますが、この第三者委員会は昨日立ち上がったと、このように繰り返しおっしゃってもらいますが、改めて大臣が自らのリーダーシップで関連の任命などとは一切関わらないような形、あるいは関連の社外役員という選択肢もあるかもしれませんが、少なくともかからない形で第三者制をより強化した第三者委員会の設置を行った上での報告徴収、あるいは先ほどのありました電票の立ち入り検査も含めたさまざまな方法を取るべきだということを私ははっきりと申し上げておきたいと思います。で、このことに対して答弁は結構です。で、さらに過去の関連の取引に着目して少し今回の事案を考えたいと思います。で、2014年、5年前です。2020年。近畿一円で送電線の設置の工事業者66社が関連発注の送電線工事について価格を下げないように相談をした。これ価格調整というんですが、要はみんなで値段下げないで怒んねえよ。これ談合というのは公共事業になってしまう。民間の場合はこれは談合とは呼ばないということだそうですが、いわゆる、まあ、世に言う談合ですね。そして予定者が受注できるようにしていたという相談しないで、これに対して5年前、公正取引委員会はこの受注業者66社に対して排除措置命令と課徴金を、これを行いました。公取が出す行政処分、この排除措置命令はまあ、あの年によって違うんですが、大体年間で10件程度です。で、直近の数字で出ているのは2017年度、これ13件、決して多くはない行政処分、すなわち大変厳しい行政処分がこの2014年の関連のこの調達の工事の中で大取が厳しく指摘をしました。これヒアリングで僕がやってるやつですね。大取委員長、今日はお聞きいただいていますが、この事件について大取委員長を尋ねいたします。で、この事件については発注者である関連が予算情報をその事業者に先に伝えるなどして受注業者側の受注調整に関わっていた、いわゆる一枚噛んでいたという、この事実を公取が認定したという理解でよろしいですか。お答えください。公正取引委員会委員長杉本和之君。うわぁ、懐かしい。でお答えさせていただきます。で、公正取引委員会は、あの委員ご指摘のように平成26年に関西電力が発注する送電工事の工事事業者が受注調整、まあ、いわゆる談合でございますが、これを行っていたとして排除措置命令等を発出しております。その際、その発出者側ではございます関西電力の一部の社員が、その契約価格に関連する非公表情報、予算価格と言われたりしていたものでございますが、こういったものを関西弁ですよね。受注調整を発出し、または受注したものであると大体公取の委員長で財務省次官がやってます、ね、そうです。独禁法を作った時、竹島委員長と1時間半行きました。これに対して業者を罰したわけですが、当然ながらこの受注調整を促すようなことをやった関連に対しても公取は対応されていますね。どのような対応されましたか。課徴金23億円、
あ、そんなにですか。今申し上げました通り、公正取引委員会は発注者である関西電力の一部の社員の行為が受注調整を誘発し、または助長していたものであると認められたことから、関西電力に対しまして、元締め、行為が再び行われるという適切な措置を講ずるとともに、発注制度の競争性を改善して、その効果を検証することなどの申し出を行うと思います。課徴金の額を聞け。つまりはですね、発注側の観点にも、これ改善しなさいと、そしてその効果の検証をしなさいと、公表しなさいと、まあ、こういう、まあ、ある意味、まあ、命令措置と言わないと申し入れることですが、こういった形で大取りから関連に申し入れた。そして関連はですね、大取り申し入れに対して翌月にプレスリリースを行い、検証結果と再発防止策を公表したんです。冗談で、その時も金もらってたんだ。関連側からですね、工事の設計を行う部署などにおいて取引先からの求めに応じ予算情報を開示するなどの行為を行っていたことが判明しましたと。ということで当社はコンプライアンスの徹底を図っている中で、こうした独禁法違反行為についてこのような行為を行っていたこと、グループ会社が独禁法違反を行っていたことについて深く反省し、二度とこのようなことを起こさないよう再発防止策対策に反省なんか全くしてないよ。これ5年前です。しかし5年経った今どうでしょうか。先ほど申し上げたように今現時点においては報告徴収中で詳細は明らかではありませんが、森山氏と関連が深い吉田開発に対して関電の発注が集中しているという事実がもし見られるならすでに報道では数倍に膨れ上がるというさまざまな数字が出ていますが、出された資料は黒塗りであったら分かりません。もしこれが明らかになるならば、公正な取引が行われるとは言い難く、競争性の改善はなされていないことになります。つまり5年前の不祥事を受けても、公正な競争を目指すと関連は約束しても、今回明らかに吉田開発に対して発注発注の調整を行わなければ、森山氏に渡る裏金を捻出することはできませんから、そして結果としてその金を原資として、経営陣が金券を受け取っていたとするならば、大取りの申し入れを関連は全くもって真摯に受け止めず、約束を守っていなかったことになります。こういう状況が繰り返しますが、残念ながら関連の経営陣の体質としてあります。大取委員長、もう一点だけお伺いしますが、こういう状況の中で、まあ、5年前に申し入れもし、あるいは行政処分